はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日なんですけれども、グランデフェスが開催っていうことで、おとついだっけ、15日の方のガチャ更新はもしかしてグランデフェスじゃないって言われた結果、召喚石ピックアップだったんですけれども、今回は本当にグランデフェスが開催されたっていうことで、実はね、新キャラクターが出てるんですよ。もう僕ちょっと見ました。これはやばいですよ。見てください。これは新キャラクターはブローディアとなってるんですけれども、ブローディアとバロアが新キャラクターで登場して、今回はルシオとシャノワールがピックアップっていう感じのガチャらしい。グランデフェス開催4月17日から20日までになっておりまして、レジェンドガチャより、まあ、ここら辺のグランデフェス通常に加え、ブローディアリミテッドシリーズ、まあ、リミテッドキャラクターで新キャラとしてブローディアが追加されたっていう感じですね。で、出現率アップ対象装備としてはブローディアとルシオとシャノワール、バロア、サーヤっていうことで、まあルシオつまりエデンがピックアップされるわけですから、次の光より古戦場に備えて回したいっていう人も結構いるんじゃないでしょうか。まあちょっとね、まあそういうのもあるんですけれども、ちょっと能力の方を見ていきたいというふうに思います。ブローディア、これ見てください、めちゃくちゃ強いですよ。 SS レア、土属性、タイプ防御、種族が聖少獣の、得意武器が剣刀なんですよ。で、1アビが味方全体の全属性ダメージカット 70%。まあ、これはあれですよね。無凸ブローディアみたいなもので、まあ、ダメージカット 70% を持ちつつ、2アビが敵全体に土属性ダメージ、プラス味方全体に非ダメージ無効1回、プラス弱体効果無効1回という、まあ、マウントも持ち、ダメージカットも持ち、非ダメージ無効効果を持ってるんですよね。で、エウロペですよ。エウロペって結構、HP トリガー技が痛かったりして、まあ、75% とかで結構、あ、一人落ちちゃったっていうこともあったんだけど、ブローディアがいればそういうのもかなり減りますから、まあ、エウロペとかやる上では、ブローディア持ってたら全然違うんじゃないかなっていうふうに睨んでおります。で、三神の方はですね、固有のバフの人狂っていうのを一つ追加するっていう効果がありまして、まあ、この人狂っていうのを持ってると、攻防アップと奥義性能がアップする、っていうような効果になってるんですよ。で、さらに俺これ強いんじゃないかなっていうふうに思ってて、神域の守護者、味方全体の強化効果、土属性攻撃の効果アップっていうことで、まあ、これがパーシバルも似たようなアビリティを持ってるんですよね。味方全体の非属性攻撃アップ、属性攻撃アップの効果をアップさせますよみたいな効果があったんだけど、パーシバルと同じだったら 20% なんですよ、土属性攻撃アップの効果。だから、まあ、じゃあ、非属性でそんなにパーシバル使われないじゃん、なんで、ブローディアを押してんのっていう風に思うかもしれないんだけど、ブローディアというか土属性は結構オメガウェポンが多いんですよね。非属性はゼノイフオノがあるからそんなに気にしてないんですけれども、土属性って結構オメガウェポン、つまりダブルアタック確率アップと、土属性攻撃アップっていうのが同時についている、オメガウェポンをメイン武器として据えることが結構多いんですよね。土オメガ剣。だから、ブローディアを入れてると、そこら辺も結構フォロー効くんじゃねえかなっていうふうに思うと、僕の中でね、ブローディア来てますね、これは。これは強いよ。で、バロアも追加されておりまして、まあ、バロアは、まあ、Sレアなんだけど、なかなかトリッキーなキャラクターに仕上がってますね。深層救命、敵に深層救命効果、プラス自分の奥義ダメージアップ。深層救命が外れた場合、敵の攻撃力がアップする。で、2アビが、ハッタリ。まあ、ハッタリはいつもですね。敵に最大1000倍の光ダメ。3アビが、自分の他のアビリティを即座に使用可能にすると。自分に後には非剣ぞ効果を付与する。まあ、こんなキャラクターになってるんですけれども、ブローディアの方ですね、詳細な説明とかも出てるんですよね。2アビに関しては、ちょっとクールタイムが長いみたいですね。2アビの敵全体に土属性ダメージ、味方全体に火ダメ無効、弱体効果無効っていうのは使用間隔14ターンなんだけど、やっぱこう任意のタイミングで火ダメ無効っていうのをつけられることだったりとか、剣得意であることだったりとか、あと 70% カット、使用間隔7ターンっていうのもあったりとかで、まあ守備寄りなんだけど、まあ人狂、3アビのね、効果、3アビと奥義を使うだけでどんどん攻防の性能が上がっていくってことも考えると、まあ、なかなか使いやすいキャラクターなんじゃねえかなと。僕ですね、今実は、土のパーティーが、サラーサ、ジークフリーとアルルメイヤっていう風になってたんですよね。
ちょっとアルルメイヤをマウント要員として採用してたんで、ブローディアに、もし引けたら取っ替えたいなっていう風に思ってたりもして、そんな感じでね、ブローディア新キャラクターめちゃくちゃ強いんで、ちょっと狙っちゃおうかなっていう風に思ったりもしておりますというようなお話でございました。ということで、ニュース、グランブルーファンタジー新キャラクターグランドフェスにて追加、ブローディアバチ強いという動画でした。皆さん座して待ちましょう。それじゃあまたお会いしましょう。バイ。